하지 마소! 가두고 세요! 소래가 해외감 고다요. 시가다라이. 시조다. 아, 이거가 해외감이 일킹을 감안하라. 練度がある。迂闊には近づけない。四条殿、城壁の上に土砲がある。あれを奪って練度を壊して。はいはいはい。俺の守りは固いぞ。いくともせんわ。四条殿、後期土砲を使って広場の敵をお願い。四条殿、やればできるというのに。できれば血を水に終わらせたかった。そうにいかなかった。受け取ってくれよな。ネットラタに屈するわけにはいかん。死は木の皇帝であるぞ。そんな時代は終わった。芝生様に従いましょう。芝生殿、こちらへ。この扉から中に入れますぞ。起きたか。なんとか突破しないとな。このような事態になろうとは。しかし陛下を裏切るわけにはいかぬ。私にお任せを。芝生殿は先にお進みくだされ。芝生殿、こちらです。私がご案内します。さあ、早く。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。だったら無本人めが、お前はここで果てるのだ。用意周到だな。
面倒なことになってきたぜ。戦は生き物だ。相手や局面に応じて戦い方も変えねばならぬ。兄弟の様子がおかしい。用心した方がいいみたいね。よし、直ちに守備配置につけ。大戦闘に備えるのだ。よっよっ。受け取ってくれよな。めぶせけど本気だぜ。信じろよ。なんという強さだよ。敵将撃ち取ったぜ。信じられん。なんという強さだ。陛下に捧げてある。死んでもここは通さぬぞ。我が知略をもってしてもよかどわなかったか。敵将撃ち取ったぜ。やりますな。我が陣営も規制が上がりましょう。この国の土地、わずか40年秦の代で滅ぼすことなどできようか。陛下を恣意し奉ったこと、生涯俺の胸に刻みます。そして歴史にも刻みましょう。この責任は必ず必ず果たしてみせます。司馬将は義弟宗謀を恣意した。だが司馬将は帝位を望まず義弟宗完を擁立する。それは帝を刺殺してしまった罪の意識からか、あるいは大逆の後に帝位につくべきではないと判断したからか。この行動の真意は、
すぐに囚人を理解するところとなる。司馬将は商会当該らを引き連れ、蜀の要衝陽平館に進軍。長年攻勢を受けていた蜀に対して反撃に出たのである。己の目的を見失い、形骸化した戦いを繰り返す蜀を消す。そして三国時代をこの手で終わらせる。これが司馬将が亡き僧帽に誓った責任の取り方であった。阿蜀は天堅の地なりか。四方を山に囲まれ、道は堰で塞がれている。なればこそ山を越えてくるとは思っておりますまい。自分は山中より隠蔽へ向かい、生徒を目指します。急いだ方がいいですよ、当該殿。グズグズしていると私が傭兵館を抜いて生徒を落とします。肝に銘じよう。では生徒にて。さて始めようか。任せてください。死人の言葉に縛られているネクラどもに私が負けるはずもない。終わらせますよ、すべて。となると邪魔者を排除する必要がある。将軍、お前の出番。俺と勝負だ。覚悟しろ。感じに決まりましたぞ。ここで死ぬつもりはない。撤退する。なるほど、手本として私に習いましょう。さあ、俺と勝負だ。総戦拳、覚悟しろ。やりますな。我が陣営も規制が上がりましょう。